今回のアンブレラはそこで全財産を失って113億なくなったね。博士出すかい。じゃああれお前が来てくれて本当に嬉しい。うん、だからペヤング食ってるかい。飲んで入れちゃった。ちなみに言いますけどね、クマちゃん泣かせるんすよ。なんでわかんないの。おはようだい。ちょっとチャルに相談がある。え、できれば8041の空港の、空港じゃないわ、ヘリポートまで来れる。オッケーだい。いきなり久しぶりとかじゃないんだね。こんな久々に起きてきて相談ってなんだい。久々だえ。ああ久々だな。チョリスチョリス。おはよう。おはよう。なんだい。何してるね。話を聞いてくれちゃう。はい。簡潔に言うと。簡潔？ボスが簡潔はしなくて、簡潔に言うと。あ、簡潔ね。そのボスがカジノのイベントで、うん、デスポーカーのイベントがあったんだけど、うん、そこで全財産を失って113億なくなったのよ。はあ、ボスが行方不明になって今みんな探したんだけど、なるほどだい。現状としてはボスが寝てしまって、はあ、じゃあほなここからどうするかって話になり、うん、まあまずは金策として、うん、この後の動きをみんなで今考えてる。なのでまとまった金が欲しいんかい。一旦できることを我たちが今、ああ、うん、博士出すかい。じゃああれ私は構いませんよ、チャル君次第だ。いいえ全然いいえ。じゃあみんなワッチについてくるえ。確かか、マジか、あれを出すか。行くえ。シャル、マジか。ついてくる。どこだシャル。乗るんだいみんな。行くえ。あのみんな、あの車でいるから、あの向かう場所を教えてくれ。ついてくるえ。ついてくる。じゃあ場所ついてあれだ。チャルの家だ。あのアジト一回じゃあ集合台。あ、オッケー、アジトだな。オッケーオッケー。ここで待機したい人は待機してもらって。え、なんだいここ、なんどうしたんだよ。ここカレンさんとカレンさん一緒にボスが寝た場所はここなんだ。カレンさんの。あ、そうなんかい。ボスが立ってるとこだな。まあ、120億なんてパパッと取り返すぜ。こんな時もあろうかと、ワチシたちはへそくりを用意してました。ワチシたちアンブレラ、薬を作る業者です。チームを救うためなら薬で救おうじゃないか。大変なことになってるよね。いや、そうなんだ。えぐいタイミングで起きたよね、ワチシ。タイミングはすごい悪いけど、うん、お前が来てくれて本当に嬉しい。うん、むしろチャルさんがいたからあれだよ、あの薬の話も。あ、なるほどでね、ワチシたちの夢はまだ終わってないえ。よし、それじゃあみんな中に入ってほしいえ。入ろう。まあこういうこともあろうかとね。何？薬貯金をしてました。まあ貯めてたな、はい、チャルは。でこの右の一番右のスタッシュ開いてくれれば。誰が持ってないえ。相当な数が。おい、ハッピーパウダーやば。びっくりな。まあ一応このお金は、お金じゃねえや、このハッピーパウダーは後々アンブレラのためにって思って作ってたものだから、まあこういう時に使うのが一番いいんじゃないかなとは私は思う上。うん。本当にいいのか？全然いいえ。だからこれを金に換金した時どうするかを考えるかい。じゃあ、まあ、とりあえずこれを、そうさな、30億あればまあ再始動というか、まあどうとでもなるな。うん、帰ってくるんじゃないかい、あの人は。いや、マジでありがたいぞ。まず30億は、うん、俺の方でなんとかするわ。いけるんすか？いや、人参か売る。例のね。ラシマに。うん、あ、なるほどだよね。カジノに売る、カジノに。はいはい。いや、めっちゃいいっすね。うん、まあまあ、交渉次第だけど、50は硬いと思うんだよね。要は、世界で2台しかなくて、なるほどね、買えないから、うん。で、今一番この街で買える、あれ、車が50億でしょ、多分。はい。モンディさんが買ってたやつ。うん。こっちが買え、もうそれが買えないっていうところで、どのぐらい付加価値がつくか。プラスでみんなでもね、薬また、うん、全然ワチシ戦闘機売っていいし。それは多分違う意味合いでも売ろうとしてましたから。全然売ってる。それは皆さんが気にすることはないですよ。戦闘機もあってもなくてもなんか、うん、チャール、それ以上は私にもダメージ入る。あとちなみにあの戦闘機の中に4000個ぐらいは赤花入ってる。まだ、ガチ、うん、まだできるものはありますね。ちねればまだ600ちょいはあるか、うん、カジノのイベントなんだい。そんなヤバいイベントあったんかい。いや、ヤバいというかヤバいのボスなのよ。ヤバくはないべ。チンチロかい。また青天井にしちゃったのよ。青天井大スポーカーしたらしい、はい、うわ、最終60億ぐらいの青天井大スポーカーやっちゃって、でまあ我が輩もそこにいたの、変装して、うん、ただそのあそこってもカジノ内の暴力行為とかダウンさせて止めようかなと思ったんだけど、うん、手錠で止めた方がまあ丸いやん、うん、手錠を持ってなくてレディア呼んだんだけど間に合わずって感じやな。なるほどだいね。大変なことになったいね。ボスのことお祝いにしに来たのに。
だからペヤング食ってるかい。大丈夫や、大丈夫。あ、そういうことか。大丈夫、大丈夫。やべ、みんなで何とかするから大丈夫。の、やべ、飲んで入れちゃった。大丈夫、大丈夫。うん、ボス久しぶりだい。あ、どうもお久しぶりです。え、雰囲気変わったかい、うん、そうですか。こんな敬語だったかい。はい。そう、いや、あのマジでどこでしたけど、みんなあの、うん、担保で向かうじゃん、うん、こ、心なきでボスみたいな格好したやついんなーって、うん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 、だからボスでした。で、何ですか。あ、すいません、今あのあなたの部下が今からここに来るので、ちょっと一旦。いや、部下、え、じゃあもう誰かボスやった方がいいんじゃないですかね。私はあなたにしかつきませんよ。ちょっと仕事行かなくちゃ、うん、いや、すいません、ちょっとお仕事行く前にちょっと。そのですね、一応アムラのボスで若手さんその部下なんですけど、うん、元ですね、元。元ですか。はい、組織の金に手つけちゃって113億なくなったんですよね、全部。やっぱりその我が輩たちとしては、あなたがボスじゃないアムレラはもうアムレじゃないですよ。いや、それは経験してないからじゃないですか。違いますよ、もう心はみんな決まってるんですよ。あなたがボスじゃないアムレラはアムレじゃない。たとえあなたが組織の金を使ってなくなったとしても、今こうやってみんなボス探してアムレラなくならないように今動いてたんですよ。あなたね、もうちなみに言いますけどね、クマちゃん泣かしてるんですよ。クマちゃんを泣かしてる。はい、あなたがいなくなってね、泣いてるんですよ。気持ちは分からんでもないんですけどね、我々も動きたいんですよ。でも私がやったことだからな。やりたいんです、あなたのために。あなたが必要ないと言っても我々はやりたいんですよ。やりたいも何も、お前たち金ないだろ。そもそもないですよ。ないよな。だからそのために頑張ってやってんじゃないのか。だからこそこれから組織のためにもっとより一層働けるように頑張ります。いや、正直大丈夫だ、組織のためは。別に私の車売るなり戦闘機売るなり別にどうにでもなる。でも、うん、組織の金に手をつけたことに対して合わせる顔がないから、私は一人で稼ごうとしてた。組織の金に手をつけたボスに対して我々が何とも思ってない、まあ、何とも思ってないっていうのは嘘の、嘘になる人もいるかもしれませんが、私は何とも思ってません。うん、なんで分かんないの。お願いします。やばい、耐えられない。みんなでやりたいから。みんなで遊ぶときはみんなで遊ぶし。いやいや、私はいるよ、いなくならないよ。元ボスって言ったのは組織の金に手つけてな、そんなやつがみんなの前でボスだぞって言えないでしょ。その間だから。でもお金を貯まるまで。それでもボスはボスだ。たまちゃん、エスカーさんはどこも行かないって言ってるよ今。うん、だからもう大丈夫、どこにも行かないって。今まで通りやっていきましょうよ。今まで通りな。私はあなたがいてくれないと困ります。私はいるよ。元ボスという発言を撤回してください。みんながそれでいいなら撤回しよう。それはそのいいです。お願いします、うん、お願いします。ボス、次からはお金使うときはみんなで行くえ。ギャンブルするときはみんなで行く。そう、一人でやるからダメなんだえ。組織の金だったらみんなで使って増やすえ。次は呼ぶんだえ。みんなで遊ぶ。そうだよ、みんなで遊ぶ分のお金は集めれるえ。なるほどな。そう、組織の金使っていなくなるってのはあまりにもあれじゃないかい。わちしたちを置いてけぼりにしてないかい。いや、いなくなったんじゃないと、稼ぎに行ったんだよ。まあでも全員でやればもう。そうしたのはそうですよね、ボス、うん、何も言わずに。これはあまりじゃないですか。何も言わずに。まあ確かにな。そうですね。そうだ、いきなりいなくなるとやっぱみんな困っちゃうえ、うん、はい、そうだよな。つまんかった。ガチで失踪したと思いましたよ。合わせる顔がなかったんだよ。でも大丈夫だよ、ボス、ね、今に始まった話じゃないえ。でも次からは全員でかけるえ。皆さん、それでもボスがいいんですよ。そうか、ごめんな。そうだい、ありがとうな。まあでも何もなしというわけにはいかないえ。ほう。懲役鼻つみ50時間の刑。ちゃんとえぐいことだ。ちょっとだいぶ懲役鼻つみ50時間の刑は違うだろう。あれの稼ぎ方は別に私。まあでもさすがに今回の件の罰ゲームはわちしたちで決めさせてもらうえ。なるほど。やっぱボスだからといってね、間違った行為をしたらわちしたちは引き戻さないといけないからね、うん、じゃあわけよ。
じゃあ罰ゲーム考えて。お前えぐいやろで。まあ一旦一人ずつぶん殴っていくかい、ボスを。じゃあそれもあり。よし、殴るぞ。ああ殴れ、右から。やっぱクマちゃんを泣かした罪は重い、うん、ボス。殴れ。あの久々に来てあれなんですけど、はい、行かしてもらいます。いけ、トラえ。痛いかい。絶対次は呼ぶえ、わちを。吐くじばれ、バース。ちょっとやりすぎだな。みんなちょっと力が入りすぎてね。